さあ始まりましたマージャンファイトクラブ会イエーイはいこの会はどういう会ですかこの会はですね僕はマージャンプロをやってまして、うん、麻雀日本プロマージャン連盟というところに所属してますんで、はい、でゲーム出てますんで、はい、ちょっと僕がゲームやりながらこういう考えをしながらプロってゲームをやってるんだっていうの、ね、プロの思考ってことですか、ね、はいはい分かればなと思いますね、はい、ますさあじゃあ今日も行きましょうか、はい、さあ、えー、窓際さんホルスさんヒデさんよろしくお願いしますはい さあ始まりまり、ね、これは向こう的にはプロ入ってきたって結構ということだと思いますよ、あの写真であるのって多分プロしかいないんで、アバターじゃなくて、はいはい、うん、本人以外は、まあこれはまあまあ、普通にえ面ン品とか面品系の手、うん、で,ですけども、このまんまえいったとしても、そんなに高くはなさそうなんですよ、例えばいそとか入ってきちゃうと、ドラもないし、赤もないんで。うん 現状ではそこまですごく上がりたいっていう意識は僕はあまりないです。うん、これで例えば3 1とか持ってきてドラが使える形とかになって、うん、例えば差し事がなるような形だとまだうん、うん、やる気はやる気というか自分の中のちょっとギアがあるんですけどもまっすぐ行こうかなとか、うんうん、ちょっと、えー、防御を考えながらいこうかなとか、うん、で今はちょっと防御を考えながらいこうかなっていう感じですね。特にもう こっちなんて僕、1メンツしかないのに、俺、2つメンツになりましたけど、多分早そうじゃないですか、数番切って、ローピン切って、はい、来てるんで、これちょっといいシャンテンなんで、テンパったらリーチいくかもしんないですね。あもうやっぱテンパってましたね。ただまあ、1500点なんで、まあまあ、よしとしましょうか。はい、これ、トンプなんで、トン4曲あこれはいいですね。もう今、2メンツ。はい うん、ある状況です、まあ、こういうのを初から切って、うん、こういうのまあ自由なんですけど、まあ、親の現物が白なんで、うん、まあ最悪2巡目にリーチが飛んでくるとか、可能性全然あるんで、うん、で今、一応、初からいって。それは自分が初を使う可能性が低いからっていうのもある、白が1枚出てるから、白、はい、のほうを先に捨てるんじゃないんだ、はい、1枚出てるから、白、え、を、ー、切るんじゃなくて、白、親が切ったから、うん、親のリーチに対しては白、絶対通るんで、うんうん、やっぱ親って結構偉大なんで。 俺的には、自分の方が重なりづらくなるでしょう重なりづらくなります。もちろん。を先に切るのがセオリーなのかなと思ってさ。ああ、そう、そう。自分が上がるっていうのだとそうなんですけども。うん。まあ、ここね、自敗になると、しょうがないかなと、ね。はい、そういうことです。これサブロックーピンのリチなんで。<laughs> はい。えー、サブロックピン高めですね、メンタンピントは。うなえとがテンパったの初めて見たかもしれないですね。これやって。そんなことはないでしょう。<laughs> 本当ですかはい。前回のつけ目テンパってないでしょうメンピン赤、裏。はい。 前回一回もテンパらなかったでしたっけと思いました。まあ、テンパりしないことも。リハーサルでやった幻の回でもテンパってないんで。はい、<laughs> 僕今上がったの初めて見ました。そんなことないですよ。さあ、親来ましたよ。はい。今漫画上がったんで、で、親で、うんえー。親なんである程度行きたいです。別に27,300点って、あの、セーフティーな、えー、点差じゃないんで。はい。ただうん、そんなにいい手でも今ないですね。上がりたい。まあ、60パンなったら、いい,い60パンなったらいいかなと。 これ今、うん、そんなに上がる気もないんですよ。あの、これ、これ白完全安排になったじゃないですか。これ E1 多分使いづらいっすよね。だからまあ切っちゃってもいいんですけど。まあ6チッパーになったらちょっといこうかなぐらいで、これ例えば。この段階でもほぼ上がる気ないから、なんならちょっと安排を貯めてるというか。あ、でもこの赤を入ってきたんで、ちょっとやる気出てくるんですよ。うん。さっきのだと。すごいあれ ?E1 ドラドラです。何る切ったのはい、切りました。そんなこともするの後々、 危なくなるんだったら、先に切っといて、えー、E1、e、流れたら、e、E1 流れたって対応すればいいんで、うん、例えば E1 ポンされたら、あっ、本イ子なのかなとか、うんえー、なんか俺はもう、ドラはギリギリまで切で例えばこうなったら、こうなったらもう E1 切れないですよね、はい。対面に危ないんで、だから先に切っといたっていうのはあります、ねうん、これで最悪自分に E1 来ても、まあ、もう打たないです、もう打たないです、つかぐおうートはい、うん、降りてもいいかなぐらいで、えと、ー、も大丈夫です。 まあ今一応やっぱり、えー、トイメの方をケアして、まあ、切り出しが涼層吐く地層ってちょっと普通じゃない切り出ししてるんではいうん、まあ、マンズの本質の可能性も、えー、全然ありますでこれまあイースピンにしてもよかったんですけど、うん、まああんまり上がる気ないんでもしあれでリンピンで天敗だとちょっと嫌なんで、うん、リンピンが切れてるシートとはい 今振らないのがまあ先決かな僕これちょっと痛いですけどまあまあ別にそんなに基本じゃあもうアンパイ切ってるとトイメンのうんそうですねあんま遠い面に当たらないように、えーうん、してますただ、えー、なんちゃーもう結構ロウソウ三ワンって結構切ってるんで、うんうん、ちょっとそっちもケアしつつ、まあ、一応この辺はアンパイ合わせて、まあ、急走は多分ほぼほぼ、えー、通るかなペイチャ以外は急走は通りそうなんで ここで、ここで、ここでまあなんだかんだでいいシャンテンにはなりましたね。で、そうですね、こうやって人間力ー来ましたね、多分で、こういうま吐くが有効になってくるあってよかった、はいはい、そうですね、目いっぱい構えてたら危なかったんで、もうもう一回折ります、これは、もう行くことないんで、これ、多分折り切れるんで、も3品三品、吐くシャで折り切れるんで、シャーも大丈夫かな。 やっぱ僕とかより、僕で下手なんですけど、はい、やっぱ、えー、上がらないって決めるのがやっぱ早いですね、僕は結構、もうちょっとやっちゃってるかもそうですね、麻雀って4人でやってるんで、うんまあ、みんなもそうなんですけど、やっぱ上がりたいんですよ、うん、でも4人でやってるんで、防御を3回だと思ってください、上がるのは4人にね、4回に1回確率的にも。 すだから無理していくことはないです、で、今、オラスを迎えました今、無理してっね行ってたら、例えばトップから落ちてたりとかも全然あるんで、<で S 2> ここはもう何でもいいから上が,るかここ上がればトップなんで、もう考えてますし、<うん S 1> このなんちゃの1万5600点の方、<うん S 1> この方がリーチ来てもいいかなと思ってます<う>ん多んこの方が、まあ、羽根万以上上がれちゃうとあれですけども、万が以下だったら僕、トップで終わるんで。うん で一番まずいのは親ですね親からのリーチこれが一番まずいんでちょっと今親のアンパン集めゲームも始まってますからうんでも上がりたいんでまあその前に上がっちゃう上がっちゃえばいいんでもう逃げてるうちですもんねだからまあウーワンチーワン入ってくるともうかなり上がりにこれ危ないんでうんいやトンがドラなんですよほらこれかなり危険なんですねはいなので トン今、現状、トンドライオンですね、分まあピンズ持ってそうなんで、っていうことは、これで数ピン泣きますね、はい、数ピン泣いて単位押でサブロソウ。先にゾぞの場合は、あそっか、えー、先にサブロソウは,はちょっと泣きづらいですね、ただ E ピン2枚出てるんで、これ、もし E ピンもう1枚出たら、サブロソウからも行きます、うん、そうすると、またぶん、もう E ピンで上がれる確率が1枚しかないんで、うん、まだ今、E ピン表示範囲と、とん茶の1枚、2枚しか見えてないんで。 E ピンが3枚見えたらサブロスを仕掛けてもいいかなと。で、ずっとつもぎり続いてるんで、あのトン、え、うん、関した、なんちゃが。小層からずっとつもぎってるんですよ。はい、ちょっと気持ち悪いんで、どこかでテンパってたのか。かのかこれ目一杯に行くよりは、ちょっとスーソー行きますね。うん、で、えー、社長が言わはん泣きました。これは役、役が必要なんで、まあ、トイトイ、まあ、本質じゃないんで、多分トイトイとか、えー、うん、シャーとか。 これで一応ん切りますね。ん使いたくなかったんですけど、比較的通りそうなんで。うん、これサブロスを巻いて、リャンピングドラ勝負。まあ、でってもちょっと、ちょっと状況次第ですね。うそん、嘘、嘘はいきますね。うん、ちょっと怖いんですよね。最後、白出てきたんで、<お>ちょっとこれがんじがらめ状態ですね。ある程度。これもうリャンピング切れないですね。 あ、もうやばいですね。これもうピンズ切れない。あ、とこれやってくれるとめちゃめちゃありがたいですね。これ、良かったですね。このパターンですね。はい。まあ、無理はしなくてよかったのと。うん。いうことで。なるほど。初めてトップ取りましたけどちょっとプロらしいところがうれしそうですね。プロのくせに1位取ってないんで、それ嬉しいです。いや、嬉しいですよ。やっぱなんでかんだね。トップ取ると。はい。まあ、ということで、まあ少しずつ、まあ、 いいろろこう知らないしあこういうこと考えてるんだとかまあさっき山田ん言ったよう結構降りるの考えるの早いんだとかはい、はい、それでは内藤プロより最後に今日の格言です無理そうなら降りちゃえよはいありがとうございましたチャンネル登録高評価お願いします